はい、どうもみなさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、みずほ銀行 ATM 休止のお知らせ、LINE Pay、PayPay、そしてプリンなども利用不可ということで、今回はお題の通り、すでに恒例のお知らせとなっている、みずほ銀行の ATM が使えなくなるというニュースがありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで早速こちらですね、みずほ銀行 ATM などオンラインサービス休止のお知らせということで、お休みになるのは7月の13日土曜日から7月の15日月曜日の3連休の間ですね。で、7月の16日の火曜日の朝の8時からは通常通り使えるということになっています。で、今回はみずほ銀行以外の金融機関、コンビニ含めて全ての ATM でみずほ銀行のキャッシュカード及びみずほダイレクトの利用もできなくなります。そしてお題にもあった今回は LINE Pay、PayPay、あとはプリンなど銀行口座から電子マネーへのチャージなどもできなくなるのでお気をつけください。なので先ほどお伝えした7月の13日から7月の15日には使えなくなるので、それまでの間に ATM で現金を引き出す、もしくは LINE Pay や PayPay などにチャージを済ませておく方がいいのかなと思います。ちなみにこちらのみずほスイカに関しては残高の範囲内であれば支払いは可能となってます。あとはみずほが提供するこちらの J コインペイに関しては、みずほ銀行口座の登録及び銀行口座からのチャージはできないんですけども、その他の機能は利用できるようになってます。まあ、これまでみずほの ATM の停止に関しては、まあ、ニュースになったりネタにされたりと、まあ、ある意味恒例となってきてますけども、まあ、今週末の3連休が台無しにならないようにですね、計画的にペイペイやラインペイなどにチャージするのがいいのかなと思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。